はい、こんにちは。今日は東京医大の、不等式の問題を紹介いたします。もう式はこんなシンプルな格好してますと。まあルート N たす1引くルート N が100分の1よりもでかくなるような最大の自然数 N を求めと。要するにこれ N がどんどん大きくなっちゃったらダメですよと。なんで上限がありますっていうのは、これ N がどんどん大きくなったら、この左辺はなんとなく0に近づくなっていうのは感覚的にわかるかなと思うんですけども、でもただ単なる感覚じゃいけないんで、これは本当に一体ゼロに近づくのかという話の時に、これからやる数学的なことは全部数2までで収まるんですけど、まあよくやるテクニックとしては数3の極限とかの時によく使う技が入ってくるんで、まあ数2までの人だとちょっと厳しいかなっていうのはあるんですけども、やることは別に何も難しいことはしませんと。分母の有理化ってよくやりますけど、これこんな分数でもないのにあえて分子1分のと考えて分子の有理化っていうのはよく使う技で、分母と分子に今これですと当然和と差の積をかけて、和と差の積を利用してこれの足し算の方をかけてあげれば分子はまあ屋根が取れて引き算されてと、ルートが取れるんで、分母と分子にルート n たす1たすルート n とをかけてあげると、ルート n たす1たすルート n と。まあこれはもうよく本当によく使う技で、そしたら、分子はこれ中身プラスの正の数なんで2乗すればそのまま屋根が取れるので、ルート n たす1たすルート n 分のもうこれ引くこれな屋根なしなんで1と。で今左辺は分母と分子に同じ数かけただけだから何もしてないんで、右辺はそのまま100分の1にもでかいと。で、分数がでかくなるには、分子が同じだったら、分母は小さい方がでかいんで、ルート n たす1たすルート n が100より小さければいいと。で、まあ今、さっきの話で言うと、これで n がどんどんでかくなれば、分数の分母が無限にでかくなったら、それも0に近づきますねと。なんで、n がでかすぎたら、100分の1よりもちっちゃくなっちゃいますよと。じゃあ N の上限はいくつかなっていう問題になりました。で、ここで不等式を示したいと、まあ、この場合は求めるんですけども、不等式を示すときにはこの求めたい、またよくある示したい式自体はもうこれ以上なんかうまい値が出ないというときに、上から押さえつけるとか、分かってる数字で上から押さえつけるとか、分かってる数字で下から支えてあげる。で、まあ、両方だったら挟み撃ちして、その値に近づくっていう、テクニックなんですけども、E とは何かっていう動画、ちょっと結構見ていただいてるんで、見た方いるかもしれませんが、E っていうのは、まあ、結論だけ言っちゃうと、1たす1たす、2の階乗分の1たす、3の階乗分の1たす、4の階乗分の1っていう風になりますっていう理由は、その動画で言ってるんで、もしよろしければ見てほしいんですけども、E ってのは 2.718 718の小数第3位までしか知られている、すいませんね。で、これを 2.7 なんとかですから、要するに3より小さいことは示せと。これよくある話で、 E は3よりは小さいですよというのを示すときに、ですからこれはですから上から押さえつけると、3で押さえつけてあげればいいっていうときに、この階乗分の1なんていう式の値の和は、それは出し方知らんというときに、どんどん分母が小さくなっていく、まあ要するに数列ですね。で、和が分かるって言ったら、公比が1未満の等比数列の和は出せますよねと。公比が1未満だと、まあ、その理由はじゃあいいや、今から説明しますんで、これまあ、これと、まあ似たようなっていうか、まあ、はるかにでかいんですけど、2分の1と、これはまあ一緒。で、2の2乗分の1とこれって、4分の1と6分の1なんで、分母がでかい方がちっちゃいんで、こっちの方がでかいですよ。4分の1と6分の1。で、いいか?もうどんどんこっちは2しかかけていかないけど、こっちはさらにでかい数かけていくんで、こっちの方が分母はでかいです。分母はでかいとちっちゃいと。で、これ何個だ?2から n までだから、n-1 個。じゃあ2の n-1 乗分の1と。っていう、こう、まあ、公比2分の1の等比数列。
の和は、糖質ですの和の公式で出せますが、まあもう何度も聞いて聞き飽きたよという人いるかもしれませんが、まあ初めての方にいるかもしれないんで、これの和は、まあもちろん糖質ですの公式でもいいんですけども、もう一目で分かる方法として、1っていう、まあ、長方形の紙があったとします。そうすると1なんで、半分は2分の1。残り2分の1で、それの、さらに半分が4分の1と。今これ足すこれでここまで。で、さらに半分。ここまで。っていうふうに、どんどん半分を足していっても、この元の位置からはみ出ることはないんで、n が無限にでかくなったら、これは、この部分は1ですね。で、あとここに1たす1があるんで、これで3よりも下、こっちのはちっちゃい、ね。3上から押さえつけることができたんで、e は3未満であることが示せたっていうふうに、上から押さえつけるとか、まあ下から支える。で、両方できれば、結局その間の数、まあ結局挟まれちゃうっていう挟み位置ができるんですけども、じゃあここでは今、まあ上から押さえつけることができないんで、下から支えてあげるときに、この1さえなければ、ルートの中身が同じで足せるんで、これは当然、ルート n たす1とルート n は、当然こっちの方がでかいと。いや、こっちの方がでかいと。じゃあそしたら、ルート n たすルート n の2ルート n よりは、こっちの方がでかいですね。と。足すルート n と。なんで、2ルート n は100よりは必ず小さいですね。ということで、ルート n は50より小さいと。ということで、n は2500よりは小さいですね。とで、2500はもちろんダメなのは明らかですよね。n が2500だったら、これが50をちょっと超えて、これが50。なんで、100点ちょっとなっちゃうんで、n が2500はもちろんダメと。じゃあ n が2499だったらどうかっていうと、n が2499だったら、これは、ルート5000、ルート2500だから、50。足す、こっちがルート2499は、50よりはちっちゃいんで、足して100は超えませんね。2500はダメで、2499が OK だったら、それは最大の N はこれになります。という、まあ、そういうお話でしたと。じゃあ、以上です。ありがとうございました。